こんにちは、リサです。今日はもうすぐ夏なので、こちらの人魚の鱗ネイルを作ってみたいと思います。夏らしくてとっても可愛いです。まずはじめにベースを塗っていきます。キューティクル周りをはみ出さないように丁寧に塗っていきます。はい、ライトに出ます。次にベースになる色の乳白色を塗っていきます。次にもう一度ベースになるお色を塗ったんですけれども、多分これは塗らなくても大丈夫そうでした。次に色をのせていきます。黄色いお色をちょんちょんとのせていきます。次にピンクをちょんちょんとのせて、タイダイ模様を作っていきます。次にベースコートを塗って、キラキラしているホロをのせていきたいと思います。私はキラキラしてるベースをちょっと塗って、その上にちょっと大きめなホロをのせていきます。で、ライトに出ます。いきたいと思います。私が使っているのは IBD のちょっと固めのジェルを使っていきます。じゃあまずまっすぐに線を引いていきます。ちょっとずつやりたいのでライトに入れます。次に横になる線を描いていきます。まずは下足なので、私はちょっとずつ
書いていきます。次は二度塗り目、ちょっとたっぷりめに真ん中描いていきます。結構真ん中の3本はジェル多めに塗るとリアルな貝っぽくなると思います。
次にパールをつけていきたいと思います。できました。こんな感じです。